こんにちは、小原先生です。今回は子どものインフルエンザについて緊急で動画を撮影しています。現在2022年12月月末、大晦日近くインフルエンザが増え始めました。2023年初めからインフルエンザが猛威を振るうことを予想しています。今回の動画を見ると、子供のインフルエンザにどのように対応すべきなのか、いつから外出できるのか、理解ができると思います。このチャンネルは子供の病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編スタート。インフルエンザについて3つに分けて解説します。1. インフルエンザの現状。 2. インフルエンザウイルスの症状や治療。 3. 自宅での注意事項。この順番でお話をしていきます。まず2022年12月現在のインフルエンザの流行状況です。埼玉県では2022年12月19日から25日の1週間で308人の報告が上がっています。今年はコロナに対しての緊急事態宣言なども出ない予定ですので、感染が広がると考えられます。前回大きな流行があったのが2019年ですから、久しぶりに大きな流行になると考えられます。今のうちに打てる方はぜひ予防接種をご検討ください。次にインフルエンザウイルスの症状や治療について説明します。症状は発熱、悪寒、頭痛、喉の痛み、関節痛、腹痛、下痢、嘔吐など様々な症状を起こします。症状が長期化すると肺炎や急性脳症などを合併し、入院が必要となることもあります。1シーズンに複数回感染することもあります。診断は鼻から綿棒を入れて行う内耳検査ですが、原則として発熱から12時間以上経過してからの検査がおすすめです。時間を待つことで検査の感度得意度が 90% 前後まで上昇するからです。治療はタミフルという内服薬やリレンザ、イナビルといった吸入薬、重症の方にはラピアクタなどという点滴のお薬があります。ただし発熱が2日以上経過し症状が軽い場合は特に治療もせずに経過見ることも少なくありません。感染経路はくしゃみ、鼻水といった飛沫感染や接触感染です。コロナと同じように感染防御しましょう。潜伏期間は1日から4日程度と言われています。最後に自宅での注意事項についてお話しします。インフルエンザにかかった子どもは辻褄の合わない会話や行動、幻覚、幻聴などの症状を起こすことが少なくありません。このような状態を熱潜毛と呼びます。短時間で元の意識に戻る場合、心配いらないことが多いんですが、1時間以上潜毛状態が続く場合や繰り返し潜毛の状態になる場合は必ず医療機関に受診しましょう。出席停止期間は少し厄介です。インフルエンザによる出席停止期間は学校保健安全法では発症後5日を経過し、かつ解熱後2日、乳幼児では3日経過するまでと定められています。コロナと含めて厄介で分かりづらいですよね。こちらの図でご覧ください。発熱したのを0日として最短で6日目から登園ができますが、解熱するのが3日目を超えると登園が可能な日は少しずつ後にずれ込んでいるということが分かると思いますので、こういった図ぜひご参照ください。さて今回のまとめです。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。